中山氏は日本の氏族の一つ。駒五郎教家が武蔵国高麗軍加児号に定着したことから当初は加児氏を名乗った。その十三代目の家勝が同郷の中山村に移住したため以後は中山氏を称した。中山や勝は武蔵七党担当の一族として武蔵を基盤に活動し、三内上杉家に仕えた。ついでの北条氏の北条氏康に仕えた。 家勝ちの小中参加藩は、北条氏照に仕え、1580年に、豊臣秀吉の北条攻めを受け、八王子城を守って内地にした。内藩の嫡男である、中山寺守は、北条家滅亡後に新たに、関東の支配者となった徳川氏に仕えた。寺志守は、上田合戦で上田七本槍に数えられる奮戦をし、また、高来八条流馬術を、将軍。 徳川秀忠、徳川家光に伝授して、最終的に三千五百国の大見旗元となった。子孫も旗元として存続した。旗元中山家からは、それぞれ盗賊改め、火付改めに認じられて、鬼影とあだなされた、中山直盛、中山直房親子などが出ている。なお、中山寺守の彦の直国が、黒田直綱の名跡を継ぎ、 普代大名となっている。また、小守の弟の中山新吉も、徳川家康に近似として使え、日立水戸藩の不我老として、代々存続した。明治維新後に、水戸藩から独立した藩として認められ、日立松岡藩となった。1884年の家族令により、中山真実は男爵を受爵された。ありがとうございます。